のね、あのお母さんがね、自然に逃がしてきなさいって言ったけどね、かわしあげね、なんかね、なんか結構でかいですね。でかいよね。でかいです。え、こんなでかい？これさ、カブトムシのうんち？あ、それ全部。こんな大きい。そう。これ？はい。ぐらいなんか全部床材やね。すごい床材にしか見えんね。でかこ。すごい。見たら卵から連れてますよ。怖い。触りきらんこんなでかいの。でもこれあげるって。いやそれはもらうよ、いらんなら。もらうの？うん。はい。すごい。いらんならもらう。もらっていいかね。ありがとうございます。もらうなら。本当。ありがたくね。あげる。もうなの？いいの？すごい。容器の。でかさとうんこのでかさにびっくりだね。これか触ったらいいじゃないですか。でも結構でかい。臭くないんやね、うんこなのに。すごい。な、何食べよったんやろ、今まで。うわ。土。土食うんですよ、すごいね。うんこ食うんじゃない。うんこも土。土よね。うわー、すごい。すごい。後ろカメラの方がすごいですよ。こんなか5匹ぐらいいますよ。今は潜ってるだけやけど、硬いやろ。硬くないよ。柔らかい。一回触ってみたら、一回触ってみたらいいじゃん。いやいやいや、怖い怖い怖い。うわすごいね。すごいね。卵から育てる気。かわいい、かわいいやろ。卵からこんなになったら。うん、かわいいね。これ成虫になるまで育てた方がいいんやな。でもダメって言われたんよ。そう。うん、ねえ、さっき、あ、おっとっと、またもうほじくらんで寝とんやっけ。うんこの中寝てないですよ、俺がかぶせたんですよ。あ、そうだ、はい。あ、でもね、生きてますよ、うん、あ、でもさっきここら辺に置いたらここに潜ってました。あ、そうそうやろ。またおった。やっぱ潜りたがるよね。この子は、あ、ここもおる。いいですか。うん、ありがとうございます。お客さんします。はい、ありがとうございます。じゃあ、育てるよ。あ、ねえねえ、わからないけど、なんか、あの、白白カブトって言いますかね。白カブト。白カブト？はい、なんかありますよね。今おるん。あ、なんか白カブトって言ったっけ？なんかね、確かね、なんか一匹ぐらいおるはずですこの中に。多分、多分いますよ。じゃあお願いします。うん、はい。もし箱に入れたかったら。なんかこっちにこうやってしてから。うん、あ、ちょっとこれまたウルモルにしたら面白そう。ウルモルにしても別にいいです。中身多いこと言って。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、こちらの生態をご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、もう1匹出てますね。カブトムシさんの幼虫でございますね。こんな大きい。この穴が開いてるところが、あの人間でいう鼻みたいですね。ここで呼吸をしているそうです。で、この尻尾のところに毛があるんですけど、まあそれで匂いを感知してるっていうことですね。カブトムシさん、こんにちは。で、日本ってカブトムシとね、クワガタがいると思うんですけど、この幼虫の状態でもどっちかはわかるんですよね。その見分ける方法がこの糞でございます。この糞の形を見てカブトムシかクワガタがね、わかるっていうことですね。この楕円形の形はカブトムシだそうです。で、ここにね、あの床材のようにありますけど、これは実はね、全部糞なんですよね。こういう風に糞がいっぱいあって土の中の栄養がなくなると、こういう風に潜らずに上に出てくるみたいですね。上に出てきたら土を変えるタイミングっていうことになりますね。はい、ということでね、今から土を交換したいと思います。はい、ということでね、今から土入れ替えたいと思います。で、この中に5匹いるので、もうこのケースにね、1匹ずつ入れようかなと思います。これはね、駄菓子屋で出たケースですね。これがね、よく使えるんですよね、いろんなのに。ほんとね、駄菓子屋をやっててよかったっていう感じですよね。これを使います。で、土は腐葉土ですね。腐葉土を入れていきたいと思います。これがね、腐葉土です。ちょっとね、石とか混じってるんで、これでね、ふるいにかけて、あのふかふかなとこだけね、使おうかなと思います。なんかな。
はい、土の準備ができたので、どうしようかな、一旦ちょっと幼虫さん出したいと思います。はい、実はですね、うちの近所にカブトムシ専門店があるんですよね。森へ行こうっていうお店なんですけど、そこの人にこの土の状態をね見てもらったんですよね。そしたらこれではねちょっとダメっぽいので、こちらの土をね買ってきました。ちょっとね商品名とかね何も書いてないんですけど、まあおそらくお店がブレンドしたね土だと思います。すごいね、いい匂いがする、うん、これをボトルのここら辺まで入れてあげて、あと上はこの土っていう感じがいいそうです。なので今からちょっと入れ替えようかなと思います。土入れ替えます。ここ下っていう、これいい匂いがするよね、この土。カブトムシの幼虫さんはこの縦型に巣を作るらしいんですよね。なのでこのぐらいの高さが必要だそうです。生きてる入れます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。カブトムシさんのね幼虫の動画でしたけども、なんかね最近子供たちがお母さんから許可が下りなかった生態をね持ってくることが多いですね。はいそんな感じで土を変えてね2週間ぐらい経ったんですけど、洋室を作ってますね。はい、壁に沿って作る性質があるみたいで、この子はちょうどここに作ってるのかな。この子はここですね、硬いところを、まあ、背にして作る性質があるそうです。でこの状態になったら、まあ、動かさずに置いておくっていう感じみたいですね。はい、今ね3つしかないんですよね。残りの2つは、まあ、お客さんに託したりとか、もう1匹は売れましたね。はい、もう格安で販売してるので、欲しい人はねもう3匹しかいないのでね、店舗の方に買いに来てください。そんな感じで今日はねこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。